ウェザーニュースキャスターの武藤彩芽です。12月10日木曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図で見ていきましょう。西日本、東日本は高気圧に覆われ穏やかな天気ですが、北日本には気圧の谷が通過します。その影響で雨や雪の降りやすい天気、また天気図上には書かれない弱い前線の影響で関東もすっきりしない天気がとなりそうです。ではアイコンで確認していきましょう。北海道は日本海側を中心に雨や雪の降りやすい天気です。気温は平年並みからやや高めとなっておりますので、融雪による路面状況の悪化にもお気をつけください。東北の日本海側から北陸にかけても雨の降りやすい天気です。午前中は日差しが届くところもありますが、だんだんと天気は下り坂。お出かけには折りたたみ傘をご用意ください。沿岸部では雷を伴ってあられが降る可能性もありますので、空の変化に要注意です。東北の太平洋側も雲が多く、午後はにわか雨やにわか雪の可能性があります。関東地方も雲が多くにわか雨が心配です。ただ午後はだんだんと天気は回復へと向かう見込みです。東海から九州は日差しが届き、穏やかな冬晴れとなりそうです。空気もカラッと乾燥しているので、洗濯物もよく乾かすことができます。那覇は雲が多くにわか雨の可能性があります。また風も強いですので、こちらも注意が必要です。また北風が吹きますので、数字よりも寒く感じられそうです。晴れるエリアでは日差しのぬくもりも感じられますが、一日の体感差が大きいですので、羽織るもので上手に体感調節を行いましょう。以上、全国の天気をお伝えしました。